はい、皆さんこんにちは。.com.com です。魔王という字の人狼中パート4です。さあ、ヒルンロードの続きいきましょうか。でもどうしようかな。もうひたすらアイテム貯めることはできるんですよね。もうどうなったんだっけ。うん、こんな感じか。お、万能薬。あー、万能薬か。そういえば一応本家サイトのマニュアルを見たんですけれども、おお、びっくりした。本家サイトのマニュアル見たんですけれども、状態異常がなんかかなりいっぱいあるらしいんですよ。それで状態異常ゲーなんて名前がついてるんですけれども、メリアヒエ、ちょっと待って、こうでこうか。やっぱ魔王さん強いな。もうあとご利用し。あー、ちょっと待って、なかなかそううまくいかないか。ポーションポーテルポーションで、ここに行くって、あ、またバノエか。おお、ちょっと待って、急に出てくんだ。もう魔王さんはもう基本真空カッターですね。X がちょっとまずいかな。いや、普通にご利用していく。いいや、普通に、普通っていうかね、こういくしかないよね。ポーションポーション、ちょっと待って、わあ、ちょっと、おお、危ない危ない。ばらけたからまだよかったけど、フィンクスの羽毛、ある意味よけゲーだなこれ。そういう意味では、ちょっと一旦危ないので回復しましょうか。じゃあまず休憩して、うん、行きましょうか、もう一回。アイテム永遠取っていくべきかな。おっと、マジっすか。この時後ろから行ってもいいのかな。その方がいいのか。いや、ちょっと待って考えよう。こうで紫のやつ微妙に強いんですよね。おお、一発で倒した。さすが魔王さん。ヒーヒーヒー、てかみんな軟弱すぎるんで。こうで、なんやかんやでかなり無駄になったな。もういい、あとご利用し。あれ倒せない。ゲー。なんでこんな手間取るの。ポーション入れてる、入れてるポーション。おお、4つ手に入った。てか、そうしたら、なんやかんやアイテム溜まってくんじゃねえ。戦闘も含めるけど。むしろ、雑魚敵との戦闘って、アイテムと、お金だけを貯めていくだけの戦闘になってる気はしますけどね。フェニックスの羽毛、ちょっと、マジかよ。やっぱ魔王さん強いな。あとご利用し、オッケー。
エーテル、エーテル。さてと、ちょっと回復するか、やっぱり。狭い。だからなんで入り口にいるし。じゃあもう一回行きましょう。どうだ、今回アイテムとか金とか貯めていくだけで終わりそうだな。高箱が復活してるから、バム薬。エーテル。あとこっちなんだよね。フィンクスの藻。どうしよう。延々とアイテム貯めていくっていう意味で往復しようかな、ここら辺。そうすればアイテムって貯まっていきますもんね。エーテル。まあ敵と戦闘になったんだったらしょうがないっちゃしょうがないですけどね。おお、ちょっと待って、狭い狭い。フェニックスのもう、とりあえずどんどんアイテム貯めていきましょうか。エーテル。でも万能薬欲しいな、個人的には。もうちょっと、ああ、うわー、エンカウントがめんどくさいなこれ。魔王さん強いな。こうで、もういいや。オッケー。まあ最後ゴリ押しでしたけどね。ポーションエーテル、エーテルポーション。おー、4つ入った。フィンクスももう、わあ、ちょっと待って、この場所はまずいだろう。あー、あっちゃった。てか今微妙に入ってた安定なんだね。まあ家やっていきますか、しょうがないで。わあ、強いな。もうあとゴリ押し。もう会心の一撃。ポーションポーションポーション。え、全部ポーション。どうしようかな。今時間がだいたい8分半ぐらいですよね。最後軽く高箱回収し、おい、見てなかったし。あ、違う、こうで、こう、こう、こうか。まあいいでしょう。エーテル1個だけ。どうかな。フェニックスの羽毛だな。てか、フェニックスの、ああ、ちょっと待って。軟弱ってのもあるけど、やばい、時間が大丈夫かな。ポーション入れてよ、ポーション。ではこの高箱って大体固定なのかな。まあいいや、ちょっと戻るか。
まあ、時間もいっぱいなので、ちょっと待って、まずい、オッケーオッケー。どうしよう、裏でアイテム貯めていくって手もあんのかな。まあそうですね、その考えておきますね。はい、じゃあ、そんなわけで、魔王と勇者の人狼中パートいくつだっけ、パート4か、以上になります。まあそんな感じですね。多分次回はちょっと先に進む感じになるかもしれません。ではご視聴ありがとうございました。